気迫燃焼は、内燃機関における理論空燃費よりも薄い混合技の燃焼である。リーンバーンまたはリーン燃焼とも呼ばれる。リーンバーンエンジンにおいて、空気、燃料費は65、1まで気迫となりうる。対照的にガソリンを科学量論的に燃焼させるために必要な空燃費は14.64、1である。リーンバーンエンジンでは、空気が過剰なため、 炭化水素の排出量がはるかに少なくなる。高い空燃比は絞り損失といったその他のエンジン、出力制御システムによって引き起こされる損失を低減するためにも使われる。ジェットエンジンガスタービンの燃焼はほとんどすべてリーンバーン状態である。ガスタービンエンジンの理論空燃比は空気、燃料がお,およそ14.7、1であり、熱効率やエンジンの小型化の面では この混合比で燃焼させるのが最も望ましいが実際は60、1程度の薄い混合比で燃焼させている。これは理論空燃比での燃焼では高温になりすぎエンジンが耐えられないからである。またエンジンの冷却にも外気が用いられ冷却用の空気と混合比が混合することによってさらに混合比が薄くなる。デシプロエンジンでは 使用する燃料によって大きく状況が異なる。ディーゼルエンジンに用いられる軽油や重油は酸素が極端に不足していない限り熱するだけで発火する性質を持っているためガソリンエンジンのように混合儀を圧縮する形態を取らず、吸気工程で空気のみを吸入し圧縮工程で燃料のみを超高圧で燃焼室内に噴射する。このため酸素型の状況でも確実に着火し、 燃焼を終えることができ、特に高負荷でなければ、常に希薄燃焼域での運転も可能である。この特性は燃費の面で有利ではあるが、高温、高圧にさらされる酸素と窒素が多いことから、窒素酸化物の発生が多く、排出ガス中には余剰酸素と核酸燃焼に、月物の粒子状物質も多いため、ご処理にガソリンエンジンと同様の三元触媒は利用できず、 多段噴射と大量の EGR による NOX 生成の抑制と尿素 SCR システムやアンモニアを自家生成する触媒を用いた還元作用で排出ガスを浄化している。自動車用ガソリンエンジンでは1990年代前半から燃費の抑制を目的として低負荷時にリーンバーン運転を行うものが流行したが排出ガス規制の強化に伴い 2000年代以降は、ほとんど、姿を消した。現在のガソリンエンジンにおいても、経済空燃比として16、1から17、1程度のリーンバーンが行われているが、リーンバーンエンジンと呼ばれているエンジンは、2 1近くまで空燃比を上げて燃焼することで、ポンピングロスの減少を図っているものを指す。スロットルを絞った状態で、大型ガソリンエンジンを運転すると、 吸気工程で外に対して仕事をすることになるが、排気バルブを開けた時点でその仕事は取り戻せなくなる。気迫燃焼は、スロットルの絞りを減らす一方で、混合するガソリンの量を増やさずに燃焼を安定させる技術であった。具体的には強いスワールやタンブル流を起こし、白金プラグで強力な点火火花を発生させていた。当時は、東内直噴ガソリンエンジンも同じ狙いで、 設計されていた。ところが、酸素型の状態で燃焼させるため、ディーゼルエンジンと同様に、窒素酸化物の発生が問題となった。当初は、NOX 急増還元触媒を装備することで、解決を試みたものもあったが、結局は排出ガス規制の強化とともに、リーンバーンエンジンそのものが廃れていった。気迫燃焼モードは、絞り損失を低減する方法の一つである。 典型的な車両のエンジンは加速のために望ましい、出力を与える排気量で製造されているが、通常の一定速度運転においては、その点より下で十分に稼働しなければならない。普通、出力はスロットルを部分的に閉じることによって抑えられる。しかしながら、スロットルを通って空気を吸入、排出する際になされる、余剰な仕事は効率を低下させる。 空燃比を低下させると、スロットルが完全に開いた状態に近い時に得られる、出力がより低くなり、通常の走行時の効率がより高くなりうる。気迫燃焼のために設計されたエンジンはより高い、圧縮比を利用でき、従って従来のガソリンエンジンで見られるよりも高い能力、燃料効率、低い排出炭化水素量がもたらされる。非常に高い空燃比を持つ、 超気迫混合は直噴エンジンによってのみ達成することができる。気迫燃焼の主な欠点は NOX 排出を低減するために複雑な触媒コンバータが必要とされることである。リーンバーンエンジンは現代的な三元触媒コンバータではうまく作動しない。三元触媒は酸化還元反応を行うため、触媒の入り口で汚染物質の並行を必要とする。 そのため、ほとんどの現代エンジンは、化学量論点あるいはその近傍で巡行する傾向にある。希薄燃焼の概念は、天然ガス、バイオンガス、液化石油ガスを燃料とする高馬力エンジンの設計のためにもしばしば使われる。これらのエンジンは、エンジンが負荷やエンジン速にかかわらず薄い空燃混合技を使って作動するフルタイム希薄燃焼と、 エンジンが低い負荷時及び高いエンジン速でのみ、気迫燃焼で作動し、その他の場合は、化学量論的な混合技に戻る、パートタイム気迫燃焼のいずれでもあり得る。高割り気気迫燃焼ガスエンジンは、完全燃焼のために、理論的に必要な量の2倍の空気を燃焼チャンバーへと送り込むことができる。極めて薄い空燃混合技はより低い燃焼温度をもたらし、従って、 NOX 形成も低くなる。気迫燃焼ガスエンジンはより高い熱効率をもたらすが、加藤等及び性能は特定の状況において損なわれうる。しかしながら、ノースアメリカンリーパワーのような企業による燃料制御とヘイループ技術の進歩によって、カーブ認証を受けた最新の気迫燃焼型エンジンが生産され、商用車に使用されている。 気迫燃焼ガスエンジンはほとんど常にターボチャージャー付きであり、これによって高い燃焼温度のため、価格量論エンジンでは得ることができない高い出力とトルクがもたらされる。高馬力ガスエンジンはシリンダーヘッド内で予備年燃焼室を利用するかもしれない。気迫流す空気混合儀ははじめにピストンによって主燃焼室内で高度に圧縮される。より恋が より小さな体積のガス、空気混合技は、予備燃焼室へと導入され、火花プラグによって添加される。火炎前面は、シリンダー内の希薄なガス空気混合技に広がる。この二段階希薄燃焼は NOX が低く、粒子状物質も排出しない。より高い圧縮比が達成されるため熱効率は、より高い。高張り気器燃焼ガスエンジンの製造会社には、マトゥー、 カミンズ、キャタピラー、MWM、GE ・エンバッハ、マンエナジー・ソリューションズ、バルチラ、三菱重工業、ドレッサー・ランド・グアスコー、ウォーケシャー・エンジン、ロールス・ロイス・ホールディングスがある。1976年から1989年にかけて、クライスラーは多くの車両にエレクトロニック・リーンバーンシステムを搭載した。本システムは非な制御コンピュータ並びに、 様々なセンサー及びトランスデューサーから構成される。コンピュータは、吸気負圧、エンジン速、エンジン温度、強磁的な絞りの位置、及び吸入空気の温度に基づいて、電化時期を調節する。エルブが搭載されたエンジンは従来形の負圧及び、延伸電化時期前倒し機構なしに、タイミングが固定されたディストリビューターを使用した。エルブコンピュータは、 イグニッションコイルを直接的に動作させ、これによって別の点火モジュールの必要性がなくなった。エルブは、カイループ制御板とヘイループ制御板の両方が生産された。カイループシステムは、多くの車両について触媒コンバータなしに、1976年と1877年の米国連邦排ガス規制、1980年までの カナダのハイガス規制に合格するのに十分クリーンな排出ガスを出した。エルブのヘイループ版は酸素センサーとフィードバックキャブレターを使用し、1981年により厳しいハイガス規制が開始されると生産に移行した。しかし、カイループエルブはハイガス規制が緩い市場において、メキシコのダチスピリットといった車で1990年まで使われた。 エルブに導入された点火制御、エンジンパラメータ感知、エネルギー変換戦略は、スロットレボディ燃料噴射を搭載した、クライスラー社に1995年まで使われ、続けた。現在生産されている自動車で、利用可能な最新の気薄燃焼技術の一つは、非常に精密な燃料噴射の制御、燃焼室内で作り出される強い空気燃料渦。 新しいリニア空気燃料センサー、リーンバーン条件下で増大する NOX 排出をさらに低減し、NOX 排出要件を満たすために、気迫燃焼用 NOX 触媒を使用する。気迫燃焼へのこの相乗吸気手法は、空燃費がシリンダーのあらゆる場所で等しくないことを意味する。代わりに燃料噴射と吸入動体の精密な制御によって、 点火プラグ端により近いほど燃料濃度をより大きくすることができる。この濃度勾配が完全燃焼のための点火の成功と火炎電波速度に必要である。シリンダーの吸入器の残りは徐々に希薄になり、全体の平均空燃比は最大22.1で希薄燃焼のカテゴリーに入る。希薄燃焼を使用したより古いホンダエンジンは平行燃料、 吸気システムを持つことによって、これを達成した。このシステムは、予備燃焼室に、初期燃焼のための、理想費を供給する。この燃焼混合技が次に、主燃焼室へと進み、そこで、より体積が、大きく、より薄い混合技を着火することで十分な出力を、与える。この設計が生産されていた当時、このシステムは主に触媒コンバータを必要とせずにより、 低い排出物を可能にした。これらはキャブレター付きのエンジンであり、その相対的な不正確さが燃費を制限していたが、現在では MPI により、より高い燃費も可能となった。より新しいホンダの相上級機器白燃焼エンジンは22.1と高い空燃比で稼働する。エンジンに引き込まれる燃料の量は空燃比14.7.1で稼働する。 原型的ななガソリンエンジンエジよりりもかなり低い14.71という空燃比は C8H18 の石油業界で受け入れられている規格にガソリンを平均化した時の完全燃焼のための科学量論的理想値である。この規格燃焼能力は物理学の限界と現在のガソリンエンジンに適用される燃焼の科学的性質から 軽負荷で低回転の状態に限定されなければならない。より希薄なガソリン燃料混合には燃焼速度がより遅く、パワーを出すためには排気バルブが開くまでに燃焼が完了していなければならないため、最高速度のカットオフポイントが必要となる。適用1984年、トヨタはトヨタ希薄燃焼方式を実用化し、4A、イルエンジン搭載車を 日本市場に導入した。1987年には、トヨタ気迫燃焼方式の高性能4、バルブツインカム 4A、E エンジンを発表した。これは、リーンミクスチャセンサーとともに、リーンバーン制御システムを使用した、世界初のエンジンであった。トヨタはこれを TTGL と呼んだ。日本において、トヨタカリーナ T150、トヨタカローラ E80、 トヨタスプリンターで使われた理論空燃比よりも薄い空燃比を検出するために排気系内に気迫混合技センサーが提供される次にこの検出シグナルを使ったコンピュータによって燃料噴射体積が精密に制御されて気迫空燃比フィードバックが達成される最適な燃焼のために以下の項目が適用される個別のシリンダーに対して 噴射体積とタイミングを正確に変化させる、プログラム独立噴射、気薄混合技の点火性能を改善するための、発金プラグ、高性能点火装置。1587cc4AFE 及び 1762cc7AFE4 気筒エンジンの、リンバーン版は気筒ごとに2つの吸気バルブと2つの排気バルブを持つ。トヨタは、 リーンバーン化同時に流量を制限するために一連のバタフライバルブを使用する。これによって燃焼室内で大量の渦が作られる。インジェクターは従来のインテークマニホールドではなくヘッドにマウントされる。圧縮比は9.5、1。1998cc3s フスエンジンは直噴ガソリンリーンバーンエンジンである。圧縮比は10、1。 4代目アリスに搭載される 1KR-FE エンジンは全域でリーンバーム運転を行う。適用ダイハツはトヨタから技術供用を受け TTCL をベースとした気迫燃焼方式デクス x l を開発した。ダイハツ自製エンジンを搭載するフェローマックス550やマックスクオーレ、ダイハツシャレード、ダイハツデルタワイドワゴン等に採用され、 昭和53年規制に適合した DF140A 鈴木リーンバーン制御システムを使用した仙外機 K6A リーンバーンエンジンを搭載したアルト SC リーンバーンにアルト6 6 0エポ、o リーンバーンエンジン仕様が発売された仙外機鈴木は気迫燃焼技術を仙外機に適用したこの鈴木リーンバーン制御システムによって空燃比は最大18 例に達する。日産の QG エンジンは、可変バルブ機構と、オプションで、ネオ D 直噴を備える、気白燃焼 DOHC4 バルブ設計である。1497ccQG15 では、圧縮比9.9、1。1769ccQG18 では、圧縮比9.5、1を持つ。その他、リーンバーン版ンが開発されたエンジンは、 RB20 でネオストレート6、VQ20 で、VQ25 で、ガ15で、SR18 で。これらのリーンバーン使用エンジンは排出ガス規制に対応するため廃止された。適用1991年、三菱自動車は MVV 規迫燃焼システムを開発し、生産をはじめ、三菱の 1.5L4G15 直列4。 気筒シングルオーバーヘッドカム 1468cc エンジンで初めて使われた。このバーティカルボルテックスエンジンは 600rpm のアイドル回転数と9.41の圧縮比を持つ。気迫燃焼 MVV エンジンは25、1まで高い空燃比で完全燃焼を達成することができ。これによってベンチテストにおいて同じ排気量の従来型 MPI 動力装置と 比較して燃費が10から20%向上する。これは CO2 が低下することを意味する。三菱の MVV システムの中心は、リニア空燃比排気ガス酸素センサーである。単一の空燃比に設定された実質的にオン、オフスイッチである標準の酸素センサーと比較して、リーン酸素センサーはおよそ15,1から26,1の範囲の空燃比を測定する。 それ以外の点では、気迫混合器の遅い燃焼を加速するために、MVV エンジンはシリンダーごとに2つの吸気バルブと1つの排気バルブを使用する。独立した特殊形状の吸気ポートは同じ大きさであるが、インジェクターからの燃料を受けるのは1つのポートだけである。これによって、吸気工程中に燃焼室内に同一の大きさ、強さ、および 回転速度の二つの縦渦が作られる。一つは空気の渦、もう一つは空年混合技の渦である。二つの渦はまた圧縮工程のほとんどの間、独立した層であり続ける。圧縮工程の終わり近く、二つの層は均一な微小乱流へと崩壊し、これが気迫燃焼特性を効果的に促進する。より重要なことに、 点火は別々の層の崩壊の初期段階の個々の層の大部分がまだ存在している時点で起こる。点火プラグ空年混合技からなる渦のより近くに位置しているため点火はペントルーフ型燃焼室の燃料密度がより高い領域で起こる。炎は次に小乱流を介して燃焼室の至るところへ広がる。これにより 通常の着火エネルギーでも安定した燃焼が可能となり、気迫燃焼が実現される。エンジンコンピュータは、すべてのエンジン稼働条件、気迫燃焼から最も濃い燃焼とそれらの間の、すべての点のための最適空燃費を保存する。全範囲酸素センサーは、コンピュータが燃焼伝達を適切に制御することを可能とする、必須の情報を与える。 1996年、三菱自動車は、量産自動車世界初のリーンバーンガソリン、直噴エンジン法 G93 を実用化し、日本国内向けのギャランとレグナムに搭載した。しかし、高い製造コストと期待されたほど燃費性能が発揮されないこと、さらに、日本国内での NOX 規制に対応できなかったことから、搭載車種を徐々に減らし、 2007年に製造を終了した。スバルは HC 及び CO の抑制のために、気迫燃焼を利用したシークティ技術を開発し、初代レオネに、搭載の EA63 エンジンや EA71 エンジンに利用した。スバルの EJ20 型エンジンには、気迫燃焼仕様の EJ20N が存在し、2代目、レガシーや初代フォレスターにリーンバーンモデルが、 導入された。2020年10月に発表された2代メレボーグは、新開発の1.8リットル直噴ターボ気迫燃焼エンジンである CB18 型を採用した。CB18 エンジンはラムダイコールにを達成している。CB18 エンジンは NOX 貯蔵フィルターに付着する陽成分を除去するために最低でも18000。 キロメートル走行ごとに時速70キロメートルで5分以上走行するかフィルタの特殊洗浄を行わなければならない。8代目ファミリアには Z リーンと名付けられた気迫燃焼モデルが設定された。松田は火花点火制御圧縮着火を実用化することで高い圧縮比とラムダイコール2を超える32から41での長期迫燃焼を達成したスカイアクティブ。 X を2019年に発表した。BMW は N43 エンジンと N53 エンジンで気迫燃焼を導入した。しかし、ハイガスの NOX 処理用に搭載した NOX 急増還元触媒では厳しくなる範ガス規制への対応が難しいため、数年で気迫燃焼エンジンから撤退した。ダイムラーの M274 エンジンは、 清掃燃焼リーンバーンとターボを組み合わせた世界初の燃焼システムを採用した M276 エンジンもリーンバーンに対応する。すべてのディーゼルエンジンは全体積に関して気迫燃焼しているとみなすことができる。しかしながら燃料及び空気は燃焼前によく混合されない。燃焼のほとんどは燃料の照的周辺の濃い領域で起こる。 局所的に濃い燃焼は粒子状物質排出の原因である。ありがとうございます。